いつだって勝つのは僕。Come on。아참고로질생각은없으니까다들힘내봐요さあ戦いは行われるのかどうか。ちょっと回線3本っていうのはちょっと怪しいですよね。そうですね。1とかだったら逆になんかバグで、バグ表記で1だと、ああたまにありますね。そう、動けたりするんですけど、3ってマジで3じゃんみたいな時あるんでああどうだ、どうかな。動いてはいる、動いてはいる、動いてはいます。戦いは始まっったように見えますが、相手ではね、そのフェンはまああれなんですけど、 レイですからね、ちょっと、はい、対応して戦いたいっていうのでやっぱり回線気になりますよね。だがここは問題なく動いてるように見えます。カバネ強が行く、おいい一ラウンドいや、まずはこの回線問題をこうやってカバネ強が取っていきます。泥仕合こそ鉄拳の花という、ナイスカード、うまいですね、ナイスカード。そう、カバネ京さんのねアピールポイント、泥仕合こそ鉄拳の花だと言ってますけど、あのカバネ京さんの試合にね泥仕合感感じたこと一度もないというねめちゃくちゃ綺麗な鉄拳なんですよね、カバネさんは。基本的には勘弁、これはしっかりとキムジュガードしています。やっぱりキムジュ全キャラクターを使ってるだけあって、あの名前のところが黄色紫のあれで、鉄拳力がね、はい、かなり高いですね、はい、鉄拳力。あっとテスター、忍脚カウンターしているテスター、ナイスガード。まずはカバネが取っていきます。だこのカバネ強の双剣に2ポイントずつ、合計4ポイントが乗っているというこの状況、はい、勝てばエース対決にもつれ込みます。見てM 主対田中パルコが待っているのか、この海戦の海の向こう側にいるこの韓国の強敵を倒せるのかカバネ強。しかしうまいですね、キムジュも。そうですね、うん、やはりその引き出しの多さ、うわっと、しかしデイズレブ、うん、ちょっと距離が難しかった。放送演武、ここでとどめを刺しに行きます。だもし仮にこの第2回の目の、VTuber 大会があったとしたら、はい、このキムジュ、堂々と私を推薦したいと思いますもう一度私を呼べと、もう一度呼んでほしい。それだけね、自信に満ちていますキムジュ。だがここは大きな下段から入っていたカバネ強。お必勝でかい。まずはカバネ強、日本に勝利をもたらすために一歩前進ですレイでメッツでした。やばっフィリピンたった一人で壊滅させられる可能性ありますよ、こっちが。VTuber 軍団が。すごいな、フィリピン。まだ見て VTuber いっぱいいますね。はい。いいですね、楽しみですね。さあ、画面では、キムジュ対カバネ強。2試合目が行われています。先制しているのは、日本のカバネ強。ステージランダムで。選んでますね。そうですね。どこでも、はい、どこでもいいぞというところですね。いけるぞと。しゃがんでいる。さあ、キムジュレイジ状態。ここから一気にいくか、中断。間に合わず。このレイジ状態でレイが怖い。だが冷静。ああ、削ってった。いやー、いいですね。安定した立ち回りを見せます。カバネ強の強さ、いかんなく発揮されている。第2試合目。キムジュのアピールポイント、今回の大会に出場する、韓国選手、日本選手、各国の解説者、実況解説者の方々、見えないところで準備を手伝ってくれた、皆様、大会を主催した田中パルコさんまで、皆さんこれからも多くの、関心と応援をよろしくお願いしますということで、キムジュめちゃええやつめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいやつキムジュがでも京さんにも勝ってほしいっていうこのね複雑なこのねこのそうですね、めちゃくちゃいいやつやんってなってますか、これキムジュ
まあ、言うて京さんもねだいぶこの優しさに包まれてるタイプの方なんで ね、はい、ファンの方が多い。しかし寄せ付けない鉄拳を見せつけています。カバネ京切り返して壁当たって 壁際ですね。壁際の攻防、ここはカバネ京しのいでいる。一気にとどめをさせ、相打ち OK、 相打ち OK 追い上げてる、うん。やっぱりレイはねいくらでも動き変えられると思うんで。そうですね、変幻自在ですからねレイロンは、うん、そこがまあキムジュも楽しくてやっているというところなので、うんうん、まだ引き出しは残っているとは思いますね。うんうん。さあカバネ今日も同じく、キムジュと同じく鉄拳8までには滅に、うん、フェンウェイを滅にしたいという、まあ、でもその鉄拳 VTuber の中ではもう明らかにこの強さを見てね、最強格のところということで滅に最も近い VTuber、 そうですね、カバネ京であります。下段から入っていく。この試合かなり優勢に進めていきますキムジュ。エイジ、エイジ状態、そうまだとどめにはならないが、ま、ここは中段。やっぱ一筋縄ではいかないですね。そうですね、やはり流れを断ち切るような技をいくつも持っています。日本のカバネ京、ここに勝利を掲げてなんとか延長戦エース対決にもつれ込みたいところ。本来であれば対象戦のポイントは2ポイントでありましたが、王将成立によりエース対決までなんとか望みをつなぐことができるか。4ポイントをかけた、はい、この4ポイントをかけた戦い、対照戦ですからそれだけのね、はい、価値はありますね。いやしかしカバネ京が強 い、これで日本チーム初めての勝利にリーチをかけます。カバネ京やはり強い。キムジが追いつきたい。だがここで海中、海中、あ、行き過ぎてしまった。有利から展開を作りたい。大相対、大相対から行く。おお、ダメージが高い。キムジも負けてはいない。追いついてきた。いきなり行く。うわ、開幕でかい。開幕昇竜。さらに構想2択をかけて構想 M です。だが切り返していくぞカバネ京。日本 VTuber が誇る最強格の男レイ状態。ガードしてなし切り。まだ残る。なんと下段を警戒している。有利からさばいて、さばいて。これはレイジャー積みすりになる。だが学生よしかしっかりカバネ京4ポイントもぎ取る型でいった。うわ、やっ